フルートファンの皆様、こんにちは。音楽のことをさまざまな角度から掘り下げるトーク番組、フルートカフェへようこそ。生命の息吹を伝えるフルートの音色とともに、無意識の世界に広がる壮大な冒険へ一緒に参りましょう。この番組はスタンド FM と YouTube 両方で配信しています。音声のみでお楽しみいただきたい方はスタンド FM で、動画と一緒にご覧になりたい方は YouTube でご視聴いただけると幸いです。前回フルートカフェの第1回目では、フルートの原点、私たちの呼吸と何か体の外の物体が出会うことで初めて生まれる音の神秘についてお話ししました。私たちの体の中を流れる呼吸というのは風、気流ということになりますね。私たちが生み出したこの風の流れが、体の外の何か筒状の物体と出会って初めて音が生まれます。この体の中の宇宙と体の外の宇宙が初めて出会うときに音が生まれるということ、それからフルートのラテン語の語源はフラトゥースで、これは息を吹き込むという意味があるんですけれども、古代の人々はフルートは生命を吹き込む神聖なものとして捉えていたというようなお話をしました。今回フルートカフェ第2回目では、この音の発音の仕組みについて掘り下げて見ていきたいと思います。フルートは大きな視点で見ると管楽器になりますね。管楽器にはいろんな楽器がありますが、フルートは他の管楽器とは決定的に違う一つの特徴があります。管楽器の世界を想像していただくには、吹奏楽の世界が分かりやすいかなと思います。私は中学校、高校と6年間吹奏楽に没頭してきて、吹奏楽をやっていたことが音楽の道に進むきっかけになったので、もう吹奏楽はもうとても思い出深い世界なんですけれども、吹奏楽の楽器をイメージしますと、例えば金管楽器、トランペット、トロンボン、ホルン、チューバ、ユーフォニウムなど、それから木管楽器、サックスやクラリネット、オーボエ、フルートも木管楽器のうちに入ります。でここでフルートとフルート以外の楽器、木管、金管合わせてが決定的に違うこと、それは音の発音の仕組みなんです。フルート以外の楽器は何か補助的な振動体を利用して音が発音するようになっているんですけれども、フルートは空気の流れの変化だけで音が発音するようになっているんですね。補助的な振動体がどういうことかと言いますと、金管楽器は唇を振動させて、呼吸の流れが唇の振動で呼吸の流れが増幅されて、その増幅された気流が管の中に流れて音が発音するようになっています。木管楽器、リードというものを使うんですけれども、リードは葦という植物もしくは樹脂でできた薄い板のことなんですけれども、このリードを楽器の先端に装着して、このリードに向けて息を吹き込むことで、体の中から出た空気の流れがリードが細かく振動することによって、空気の流れが急速に増幅して、その増幅した空気が管の中に流れて音が発音するというシステムになっているんですね。フルートというのは私たちの体の中の呼吸と中空の筒状の管の中の空気の相互作用のみによって音が発音するというシステムになっています。間に何か唇の振動や木の振動を挟まないということなんですね。この仕組みをエアリード、空気のリードというふうに言います。このエアリードという仕組みがフルートが他の管楽器と決定的に違う特徴になります。
で、ここでいうフルートというのは、私たちが吹奏楽や今の音楽で一般的にフルートといったら思い浮かべる西洋のベーム式フルートももちろんそうなんですけれども、エアリードの仕組みの楽器っていうのは世界各地にいろいろな種類があって、日本では能管や龍笛や篠笛だったり、インドのバンスウリなど竹でできた笛もそうですし、石の笛や動物の骨の笛や土の笛やいろんな素材の笛が、エアリードの笛が世界各地にあります。エアリードの仕組みをもう少し細かく見ていきましょう。中空の管の中に息を吹き込んで音を生み出すんですけれども、ただまっすぐ息を吹き込んだだけでは豊かな音にはならないんですね。音が直線的だと弱くて、鳴ったとしてもすごく小さな音で、それを音楽的に発展させるのはちょっと難しいというか、おそらく不可能な世界になってきます。エアリードの楽器がどうするかというとこなんですけれども、息を吹き込むところ、ここを歌口というんですけれども、この歌口の穴が開いているその縁のところ、そこをエッジと呼ぶんですが、そこのエッジが筒の内側をイメージすると、切り立った崖のように、曲線のある崖のようになってるんですね。で、この切り立った崖に息を吹き込むことによって空気の流れが急速に変化するんですね。で、自分の体の中から出た呼吸が、そのエッジ、切り立った崖に入ったことによって息が急速に振動して、その振動が管の中に伝わっていって音が広がっていくというような仕組みになっています。このエッジ、崖があるということがエアリードが成立する大きな理由なんです。言葉で説明すると少し難しいかもしれないので、実際にやってみましょう。まず自分の呼吸の流れを観察していくんですけれども、そのエッジ、息を吹き込むところを体験するために、何かペットボトルのようなものをご用意ください。まず体の中の呼吸を観察します。深呼吸をしてみましょう。吸って吐いて、これを何回か繰り返してみてください。で、次に息を吸うときに口を閉じて鼻から吸います。吐くときに口をわずかに開けて、息の出口は狭くします。で、鼻から吸って、同じ小さな出口から息を吐き出すんですけれども、この時にどこも緊張したくないので、口の中、口の奥は、喉はおーの発音、息の柱がなるべく太くなるようにおーの発音の形にして、鼻から吸って、喉は開いたまま、出口だけほんのわずかに唇を開く。こうすることによって太い息の柱が小さな出口から出ることによって、密度の高い息を吐き出すことができます。なんでこれが重要かというと、そのエッジに息を当てる角度が完璧な位置に来るということが、豊かな音を生み出すことのすごく大事な条件なんです。なので、息がコントロールしやすいように、太い息の柱から細い出口で音を出していきます。何回か繰り返して安定したら、ペットボトルの縁、ここが歌口になりますので、歌口に当ててみます。このように、この自分が吐いた息がエッジ、内側の崖に当たって音が生まれるということが体験できましたでしょうか。息を強くすると高い音が出るというのも、エアリードの強く、そうですね、息を強くというか、スピードを増すと高い音が出て、スピードを緩めると低い音が出るというのもエアリードの特徴です。これでエアリードの仕組み体験できましたでしょうか。
自分の体の中から生まれ出る空気、それはもちろん最初は外から取り込んだ空気が体の中を通って、それが空気の流れの変化だけで音が発音されるということが体験していただけたら嬉しいです。で、フルートはエアリードというのが一つ大きな特徴なんですけれども、もう一つ私がすごく魅力的だと思っていることがあって、それはフルートが何か音を遠くに届ける役割がある楽器だということです。古くは鳥を呼び寄せたり狩りの時に合図をするために世界各地でフルート、笛の音は使われてきました。また邪悪な獣を威嚇したり目に見えない悪霊を追い払ったりする力があるというふうに考えられていたことも各地の民族伝承を見るとわかります。インターネットに作品を公開するようになってから、このフルートが持つ音を遠くに届けるという役割がインターネットの情報空間に広がる音と親和性があるというか、とっても相性がいいなと思うようになりました。現代では私たちはマイクを使って音声をデジタルに変換して、その変換した音をスピーカーを通してまた音声に戻して耳で空気の振動で味わいます。インターネットの情報空間に放たれた音は瞬時にありとあらゆる方面に広がっていきます。西洋式のフルートは室内楽で、閉じられた空間の反響を最大限に生かして最高の響きを生むように作られていますし、龍笛や能管など日本の伝統的な笛は森の中でどれだけ遠くに音を飛ばせるか、もしくは宇宙と交信するというような、神様と交信するというような目的を持って設計されています。これらの笛が持つ本質的な役割とインターネットの情報空間に瞬時に広がる音のスピードが組み合わさることによって、これからの音楽っていうのはめちゃくちゃ面白くなると感じています。私もこれからどんどんこういう素晴らしいフルートの性質を最大限に伝えるような作品をどんどん発表していきたいと思ってますので、どうぞ楽しみにしていてください。では今日のフルートカフェはこの辺で、またお会いできるのを楽しみにしています。ではどうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。またお会いしましょう。